4月の13日ですね。こんなに時間が経ってしまった。はい、で、今日はコートをね、まあ一応まだディスト目しかないけど、コートを外して、立ち上げ、漏れているであろう場所の、水漏れ箇所を探していきます。はい、こんな感じで。じゃあちょっと洗濯機とかをどかしていきます。はい、どうも。今回は、後半部が、あれですね、水漏れの箇所を特定するという内容です。で、今回まず水漏れ特定の前に、まずは排水管の延長ですね。で、この動画前半が、今洗濯機と、洗面台ですね。奥に洗濯機があって、手前に洗面台があります。で、それを運び出すところからのスタートになります。そして、まあまあ、ここからですね、パイプを延長するんですけど、パイプを延長するために、一旦ですね、もともとあるパイプを確認しないといけません。で、そして、今僕が動画で何をやってるか、多分鏡ですね、洗面台の鏡ですね、蛍光灯がついたやつ、あれを外してるんですが、この下がちょっと問題なんですよ。何が問題かって言ったら、もともとの配管と新しい、ここの洗濯機と洗面台に入ってる排水管が立体でなんとなんと入り混じってます。で、そして、まあ、いろいろ、残置物の整理もしたんですけれども、そこですかね、そこで、あれが見つかってます。はい、残置物のあれなんですけど何だったっけなって喋りながら思い出してるんですが、ですね、この、お風呂とトイレを施工した時の請求書が来てます。で、その請求書の内訳は設置ではなくて、配管のちょっとした手直しっぽいところですね、漏水修理でした。で、おおよそ9万円ちょっとですね、内容にしてはこれ、ボリすぎじゃねえのっていう内容でしたね。シャワーの、多分、本格店のパッキン前とちょっとした排水管を通してるやつですね、多分ここの立ち上げを入れた時の領収書だと思います。部品と、使った資材の名前からするに、おそらくここに水を通した時のものと思われますが、どういう風にしたのかが全く謎なんですよね。ちなみにその請求書の日付が令和元年でした。だから多分水を引いた後なんでしょうね。まあ、この建物自体が、実は法務局行ったら建築申請されてませんよって言われたんですよ。で、それで、法務局で若干こう、憤慨しまして、その理由っていうのは、僕がこの建物の住所を言ったら、そこは、書類上は、なんと、さら地になっておりますって言われたんですね。そんで、もう即切れして、じゃあなんでさら地に固定資産税の請求来てんだ、どういうことだ、舐めてんのかとか、結構言いましたね。そしたらね、税金請求してくんだって話なんで、まあ、結構面白いトラブルが見舞われましたね。じゃあ、行ってみますか。まあ、とりあえず、この止水栓を、元栓開けて、この止水栓を開けて、トイレのタンクとかがいっぱいになると、まあ、漏れ始めるっていうか、もう、漏れてるってことなんで、タンクの水溜まってるのか。まあ、一応出しっぱなしにして、ちょっと根元見ていこうかなって感じかな。これがですね、まあ、一旦うろうろしたんですが、まあ、配管をちょっと伸ばさないことには、洗濯機と、洗面所の位置がちょっと動かせないので、まあ、そのために、配管を切るという作業を躊躇しているところの動画ですね、これは。まあ、一応音声が聞
きづらくて、まあ、倍速で音声をね、消しているからそうなんですけど、まあ、結構あの、ぶっちゃ文句っていう、文句じゃないな、ぶっちゃこう、口にするわけですよ。いや、でもこれ、切ってどうもこうもならなかったらどうしようっていう、あの、なんでしょう。切ることへの躊躇ですよね。でもまあ、これ前に進まなかったら進めないわけで、まあ、とにかく、いけいけゴーゴー、いけいけどんどんで、前に進まないことにはもう、進まないのにもかかわらず、ちょっと、いや、でも、いやでもこれ失敗したらまずいよねっていう、プラス思考とマイナス思考がね、めちゃくちゃにこう、出たり、出てきたり、引っ込んだりして、もう、手が動かないんですよね。本当にこれでいいのか、本当に大丈夫なのか。でも最後、終的には、まあ一応、水道の資材のところで、まあ、切ったら繋げりゃいいんだよ、みたいな感じの、結構いい加減なプラス思考で、突き進んでいってたような記憶はありますね。やっぱパイプ切るのは結構怖いっすよ。パイプカットは怖い。で、まあちょっと、そこを見て、まあ一旦、ボイラーも不安だから、まあ見に来ましたね。水が漏れてないかどうか。それでですね、ちょっと部品を取り、一旦取りにですね、どっか行きます。で、まあ戻ってきますね。なんかこれ給水タンクっぽいぞ。なんか音はしてんだけどな。まあちょっとこれ。水ってどの程度なのか見ていこうかなって感じです、まあ、漏水の箇所っていうのはもうとりあえず箇所じゃなくて部分は分かってて、はい、まあ、問題この止水線よりあっちこっちだね。多分これがこう来てんじゃねえの、斜めまっすぐこっから、まあまずこっちに来ると、めちゃくちゃ音はするんだけど、これ違かったんだよな。はい。今トイレのタンクいっぱいになって、ここもまあ開いてねえかな。はい、蛇口は開いてないんで。じゃあ浄水系に行きましょうか。なんかピチャ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 あそこら辺音はしてんだよな。なんか水道が弱くね、ちょっと止水線っていうか、あの蛇口のところら辺から漏れただけじゃメーター回んないとか言ってるけどな、別に漏れてる以上は回るに決まってんじゃん。あそこの頃は絶対信用しないからな、ここは責任逃れじゃん。こうやって漏水です。これね、ゆっくり微妙に曲がってるの分かるかな。で、これでカクッカクッって止まって回ってるからな。だからこの微妙なこの水漏れっていうのを見ていこうかなって思います。下手したらあれ。給湯器内のタンクの中とかだったら笑うけど、17万5000も払って買い替えたのにな。
はい、で今回の動画はからちょっと面白くなってくると思いますよ。結構あのちょろちょろ音が気になってどうもこうもならなかったんで、はい。そうですね。で、あのちょろちょろ流れてる水に悩まされるわけですよね。で、ぶっちゃけ話ね、水道屋にこれ言っても来ないんですよ。なんでかっていうと、あの緊急性が低いとかなんかわけのわからんことを言われ始めたわけですよ。いやでも、とりあえずあなたがさ、した仕事なんだから、とりあえず見に来いやっていう話じゃん。ね。とりあえずその、金にならないことには来ませんっていうか、それを隠した上で緊急事態じゃない限り来ねえとか言ったのかなとかね。まあ、結構水道屋も水道屋でね、分かれるわけですよ、タイプが。新築の物件にだけ入りたいところとか、あとは、緊急時の水漏れとか、それ以外に対応しないとかね。まあ一応、ポリシーが分かれるようです。だから、今回あれ設置してもらったのは、その緊急の水漏れを主に専門でやってるとこだったんで、アフターケアっていうのはほとんどしないっていうか、まあ、ウェルカムドリンク以外は、まあ、ざるになりますよ、的なところでした。だから、まあ、今回を教訓に、まあ、使う水道屋もね、いろいろ変えた方がいいなっていう勉強になりました。まあ、ちなみにプレオープンしたんで、内覧と入居の募集、メッセージ待ってます。